さゆりは、1997年に出版された、アーサー・ゴールデンによる小説。第二次世界大戦前の日本の京都を舞台に、9歳で、身売りされ、芸者として生きた一人の女性の波乱の人生を描いた物語である。日本語版は、文芸春秋より発行。訳は、小川隆義。映画化され、2005年に公開された。監督は、ロブ・マーシャル。主演は、 ちゃんちぃ。小説出版後、岩崎峰子は、アーサー・ゴールデンを相手取って、名誉毀損と契約違反を理由に訴訟を起こした。原告によれば、契約では、小説の登場人物はすべて匿名性を保つ、はずであった。なぜなら、このことは、芸者社会では、暗黙の了解であり、これを破ることは重大な違反だったからである。ところがゴールデンは、社辞のページに、 情報提供者の一人として、原告の名前を挙げてしまった。原告の名が、活字になった時、彼女は、数多くの反発にさらされ、中にはお前を殺すぞという脅迫さえあった。原告は、芸者社会を侮辱したという非難を受けて、一時は、自殺さえも考慮したが、代わりにゴールデンを訴えることの方を選択した。2003年、ゴールデンが岩崎に非公表の金額の賠償金を、 支払うことで、両者は和解し、訴訟は取り下げられた。岩崎は決して公の場では研究しなかったが、彼女自身が出版した、自伝、芸者、A ライフによって、小説、メモワーズ・オブ・芸者が、芸者の生活の忠実な再現から、いかに程遠いかということ、そしてその事実に感情を害されたことを明かした。特に、水揚げが諸女代というように描かれていたという、 事実からほど遠い箇所を感化することができなかったという。さゆりでは、登場人物の多くは、彼女が知っている人物か近しい人物に該当した。しかし、小説では、意地悪で憎たらしく描かれている人たちも、実際にはとても親切であったし、千代が沖屋に入った時に、奴隷のように扱われたとされている場面も実際には、岩崎は優しくされ、特別な扱いを受け、 サワープスは、実は、非常に親密な関係にあった姉妹であったし、ノベは、彼女の後見人であり、恋人でもあったと書かれている。岩崎は、決して公然とは言わなかったが、ゴールデンの本は、岩崎の過去の幸せな出来事の歪んだ見解を読むようなものだった。彼女はゴールデンに秘密を打ち明けたが、ゴールデンは、ベストセラーを書くために、彼女の信頼を裏切った。 ありがとうございます。